はい、こんにちは。今日はロシアの情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。アメリカ財務長官発言、中国を脅迫、対ロ軍民療養品輸出でクレムリン。ロシア大統領府のペスコフ報道官は5日、バイデン、アメリカ政権が中国によるロシアへの軍民療養品の輸出増加を容認せず制裁措置で対応するとのイエレン、アメリカ財務長官の発言について脅迫と非難した。記者団に対し、アメリカ政府の論調は全く受け入れられず、ロシアは中国と連帯すると指摘。中国の同志たちがそのような言葉やメッセージ、脅威、脅迫を受け入れないことはよくわかっている、とし、中国側がこれを好んでいないことは確かだ。我々は連帯しており、このような論調、このような脅威は不適切だと考えている、とした。このように報道されております。ロシアのペスコフ報道官は、ロシアは中国と連帯すると指摘。中国の同志たちがそのような言葉やメッセージ、脅威、脅迫を受け入れないことはよくわかっている。中国側がこれを望んでいないことは確かだと述べております。しかし、このロシア側の思いというのはですね、中国側には伝わっておらず、ロシアの片思いに終わっているように見えます。と言いますのは、ロシアが戦時物資の調達で依存する中国からの輸入は3月以降に急減しています。これはですね、アメリカのバイデン大統領が2023年12月、制裁逃れの貿易を止めるため、ロシアの物資調達に関わった第三国の銀行についても、経済制裁の対象に加える方針を示したということが影響しているとみられています。第三国の金融機関にとって、アメリカの制裁は経営の大きな障害となります。その結果ですね、ロシアとの取引を敬遠し、中国の大手銀行である中国工商銀行などはロシアからの人民元建て決済を拒否しています。取引全体の8割にあたる決済が一時停止に追い込まれたとの見方もあります。さらにですね、ロシア紙コメルサントはロシア国内の電子部品メーカーの支払いが3月末以降中国の銀行で処理されていないと報じました。このことで多くのロシア企業は今年の夏以降にですね、電子部品などの不足が深刻になるとの見方が多いと報道されております。そうなりますと、乗用車など最終製品の値上げの可能性、そしてロシアの兵器生産が停滞する可能性、そのことによりましてロシア軍の継戦能力に影響を与える可能性、ロシア国内のインフレの再燃につながる可能性、こうしたことにロシアプーチン政権は直面しているとみられます。プーチン大統領にとって中国はいわば命綱になっているという現状もありまして、今そのプーチン大統領にとっての命綱が切れそうになっていると考えられます。こうした情勢はロシアのペスコフ報道官が述べているような、中国の同志たちがそのような言葉やメッセージ、脅威脅迫を受け入れないことはよくわかっているというですね、言葉とは大きくかけ離れているように見えます。さらに言えばですね、今回のペスコフ報道官の指摘、ロシアは中国と連帯すると指摘したというのはですね、ロシアが中国に連帯を懇願しているというふうにすら見えてくると思います。そしていくらロシア側がこのようなメッセージを中国側に述べてもですね、現状中国は人民元建て決済を拒否しているという報道までされておりますので、プーチン政権は中国から見放されつつあるように見えます。こうしてロシアプーチン政権が難局に直面する中ですね、プーチン政権はついにこうした情勢を大増税で乗り越えようとしようとしているとみられます。ロシア、高所得者や企業に増税へ。特別軍事作戦が財政圧迫。ロシア政府は5月30日、個人所得税の累進課税強化や法人税の引き上げなどを盛り込んだ税制改正案を承認した。タス通信などが報じた。2025年から適用され、増税による同年の国家予算の増収は2兆6000億ルーブル、約4兆5000億円となる見通し。ウクライナ侵攻の長期化で国防費が国家財政を圧迫しており、財源不足を補填したい狙いがあるとみられる。個人所得税をめぐっては2001年に一律 13% となり、21年に年収500万ルーブルを超える場合は 15% とする2段階の累進課税を導入した。タス通信によると、今回の税制改正案では年収によって5段階 13% から 22% の税率を設け、年収が240万ルーブル未満の場合は 13% に据え置き、
それ以上の場合に所得に応じて増税。年収が5000万ルーブルを超える場合は 22% が課税される。また法人税は 20% から 25% に引き上げる。このように報道されております。所得税だけを見ますと低いように見えるんですけれども、ロシアには様々な税金があります。ロシアにはですね、ご覧いただいているような様々な税金があるわけですけれども、この中の付加価値税、物品税なども引き上げられ、さらにですね、医薬品用のアルコールにも物品税が導入されるとの一部報道もありまして、ロシアではですね、個人所得税、法人税、付加価値税、物品税など多岐にわたって大幅な増税が行われる可能性が考えられます。さらにルーブル安傾向ということがありますので、ロシアでは輸入品の価格高騰ということが考えられます。こうした中ですね、ウクライナ側のロシアの石油ガス施設などへの攻撃でロシアの石油生成能力が低下、ロシア国内でガソリンとディーゼル燃料の価格がですね、上昇しております。つまりロシアでは多種にわたる増税、ルーブル安傾向による輸入品の価格高騰、ガソリンとディーゼル燃料の価格上昇、電子部品などの不足が発生することによる乗用車など最終製品の値上げの可能性、インフレ再燃の可能性など、ありとあらゆる製品が値上がりする可能性があります。こうなりますと人々はですね、節約志向になり、お金を使わなくなる。そのことにより企業の業績が悪化する。他方で物価は上昇するというですね、スタグフレーションのような経済情勢にロシアは向かっていくと考えられます。さらにこうした中ですね、ロシア経済の中心的存在であるガス産業が今後車両産業と化していくと考えられます。ロシア経済の中心的存在で世界最大級の天然ガス上場企業である国営エネルギー会社ガスプロムはウクライナ侵略で大きな痛手を負っております。プーチン氏が大統領として最初の任期を務めていた2002年5月から10月にかけてエネルギー省次官を務め、現在はロシア国外で活動する野党政治家のウラジーミル・ミロフ氏は、上場企業では世界最大級の天然ガス会社であるガスプロムがロシア経済、そしてプーチン大統領が率いる軍産複合体にとっての収益の柱であり続けられる可能性はほぼなくなったという。ガスプロムは2022年半ばヨーロッパ向けのガス供給を制限した。これはウクライナの支援国に対して圧力をかけ、これらの国々のロシアへの経済制裁やウクライナ支援に報復することを狙ったプーチン政権の企てだった。だが EU 諸国は代替のガス供給源を見つけられた。ガスプロムの2023年上半期の売上高は前年同期比で 41% 減少し、営業利益は 71%、 ガス生産量は 25% 減少した。石油電力事業も含むガスプロムグループ全体で昨年の純損失が約1兆830億円となり、2023年は無敗に終わった。ガスプロムが最終赤字を計上したのは1999年12月期以来で24年ぶりとなる。赤字額は過去最大となった。唯一の市場を敵に回したプーチン政権、ロシア産ガスのヨーロッパ向け供給が大幅に復活することはまずありえないとミロフ氏は指摘し、さらにこう続けた。政治的な理由から供給が断たれた以上、今後復活する見通しは全くないように見受けられる。また代替となるモデルも存在しない。フィナンシャルタイムズ紙の報道によれば、中国はすでにロシア産ガスに対しては他の供給国と比べて低い価格しか支払っていないという。その平均価格は100万 BTU あたり 4.4 ドルで、ヨーロッパ向けの100万 BTU あたり10ドルという価格と比べると半額以下だ。このように報道されております。こうした背景からロシア国民は今後ガス料金の値上げという情勢に直面する可能性があります。ロシア国内ではですね、ガス料金は大幅な補助金がついていて、ロシアの国内価格があると報道されております。こうした中、ロシアの消費者にとって状況はさらに悪化するだろう。企業として生き残るためにガスプロムはロシアの消費者に代金を払わせることにますます力を入れている。2022年以前には、そしてソビエト時代にさえ聞いたこともなかったことが新たな状態になる可能性が高い。ロシア国民はエネルギーに対して通常の市場価格を支払わなければならないだろうと指摘されております。つまりロシア国民はですね、ソビエト時代にさえ聞いたこともなかった
ガス代金の事実上の値上げ、そうした情勢に直面する可能性が考えられます。さらに次のような指摘が報道されております。ロシアの没落を最もよく表しているロシア企業はガスプロムだ。モスクワはかつてこの企業を時価総額が1兆ドルを超える最初の企業と呼び、一時期その成長率は確かに優れていた。しかしロシアのウクライナ侵略戦争で全てが変わった。ロシアはヨーロッパの顧客から何十億ドルもの収益を得る代わりに、何十万人もの戦死したロシア兵を運び込んでいる。見通しはさらに暗い。最も楽観的な予測でもロシアが戦争前の利益に近づくことは決してないだろう。中国の優位性とロシアの北京への絶対的な依存のおかげで、中国が支払うのは以前のヨーロッパの価格のほんの一部に過ぎない。ロシアの発電所とエネルギー網のスペアパーツ事情はゆっくりとしかし確実にロシアにとって制御不能になりつつある。部品の 75% は西側諸国で生産されており、現在その脅威に対抗する計画はない。それどころかロシアの戦時経済はロシア産業の他の全ての分野を窒息させている。これは最終的にロシアのエネルギー生産量減少につながり、経済全体に直接影響を及ぼすことになるだろう。ロシアの暗い将来に迫る大惨事は否定できず明白である。それはロシア連邦という国家の存続可能性に重大な影響を及ぼすだろう。ロシアという国家は存在するためにエネルギー価格が低いか、エネルギー全般が豊富に利用可能でなければならない。ウクライナの無人機によるロシアのエネルギーインフラへの攻撃により、この衰退も加速している。プーチン大統領は実行可能な代替案もなしにロシアの基盤そのものを浪費した。亀裂は悪化し問題は加速するだろう。これはロシアが長期戦に耐えられず時間切れになっているのはロシアであることを示す一つの兆候に過ぎない。このように報道されております。つまりロシアのガス産業はですね、 EU 諸国という市場を失い、その代替となる市場を見つけられず、さらにはガス施設などのメンテナンスのために必要な部品が不足し、メンテナンスが停滞する。そのことによりガスの生産量が減少していく。そのことによりロシア経済全体が影響を受ける。そうなりますとガス企業としてはガス料金を値上げするしかない。そうした中、プーチン政権によりますウクライナ侵略が長期化し、戦費が増大する。さらに増税が起こる。こうしたですね、悪循環に入っていると考えられます。さらに先ほどの報道の中にありましたガスプロムの2023年上半期の売上高は前年同期比で 41% 減少、営業利益は 71%、 ガス生産量は 25% 減少、石油電力事業も含むガスプロムグループ全体で昨年の純損失が約1兆830億円、2023年は無敗に終わった。そしてさらに今後生産量も売上も減少していく可能性があるということですと、こうした情勢はですね、普通の国の民間企業なら工場閉鎖、大規模なリストラなどが起きるレベルの話であります。つまりロシアのガスプロムのガス事業はですね、存亡の危機に直面している可能性があります。そのことはロシアのガス産業の存亡の問題でもあると考えられます。またこのままですね、ガスの生産量が減少するということになりますと、この冬ですね、ロシアはもしかするとガス不足に直面し、暖房など使用できない地域が出てくる可能性があります。これは非常に深刻な問題だと思います。ロシアの冬は厳しくですね、非常に寒いですので、ガス不足などで暖房が使用できないという地域が出てきますと、それは命に関わる問題になります。ロシアはですね、旧ソ連時代の頃から生活の困窮ということには耐えてきたという経緯がありました。しかし生活の困窮に耐えるということと命の危険に直面するということとは話が根本的に異なります。つまり生活の困窮、貧しさなどには耐えられても、命が危ないとなりますと、これはですね、ロシア国民のプーチン政権の不満が抑えきれないレベルになる可能性が考えられます。ですのでもしかしますと今年の冬、プーチン政権は正念場に直面するかもしれません。そうした意味においてですね、この報道の中にもありますように、ロシアという国家は存在するためにエネルギー価格が低いか、エネルギー全般が豊富に利用可能でなければならない。このエネルギー問題ということがですね、
ロシア連邦という国家の存続可能性に重大な影響を及ぼすだろうという指摘はその通りなんだと思います。ですのでプーチン政権の下でですね、ロシア経済は大きく地盤沈下し始めていると考えられると思います。そうした中ですね、次のような報道がされております。ウクライナ内務大臣顧問アントン・フェラシチェンコ氏、クレムリンに近い情報筋によると、プーチン大統領は屋外での公の行事の際に防弾チョッキを着用し始めたという。今年5月9日のパレード中、プーチン大統領は間違いなく防弾チョッキを着用していた。そしてこの予防措置は正しいものだったと私は信じていると、パレード中に赤の広場にいたロシア当局者は語った。イギリスの安全保障コンサルタントジェイド・ミラー氏はモスクワタイムズの依頼を受け、2024年5月9日のパレードで演説するプーチン大統領のビデオ映像を検証し、ロシア大統領は確かに防弾チョッキを着用していたと結論付けた。プーチン氏は非常に臆病で、護衛が要求すれば常に警備を強化し警備範囲を広げることに同意する。通常他の指導者は護衛と常に対立しているが、プーチン氏は違う。彼はほぼ常に護衛の要求に従うのだ。もし可能ならば彼は決してバンカーから出ないだろう。このように報道されております。プーチン大統領は国際刑事裁判所 ICC の逮捕状ということで、ほぼ外遊ができない情勢に直面しております。ということはプーチン大統領が屋外での公の行事の際に防弾チョッキを着用し始めたという報道はですね、これはプーチン大統領としてはロシア国内で活動する際にある種身の危険を感じていて防弾チョッキを着用しているということなんだと思います。そうだとしますと、プーチン大統領としてはロシア国内における活動で危険を予防しなければならない情勢に直面している、そう考えるのが妥当だと思います。ですのでプーチン大統領がここまでの警戒感を示しているということは、ロシアの政治情勢が安定していない、そのことを象徴しているというふうに見えると思います。ロシアの経済情勢はですね、ここへ来まして急にほころびが見え始め、そのことでプーチン政権の基盤を大きく揺るがす可能性が考えられると思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。